こんにちは、サードラです。今回はご質問いただいていました、怪盗級クエストの神クエストの厳選方法についてご紹介をさせていただこうかなと思います。で、今回の方法を覚えていただければ、まあ、こんな感じで欲しい3頭のゴーツを集めたりとか、あとはこんな感じで3頭の弱点統一、まあ、ディアバゼバゼみたいなクエストを集めたり、あとはまあ2等クエストの30分の弱点統一を集めたり、あとは最近人気のクエストとして、こちらのゴーツの25分ですね。 まあこんな感じでたくさん集めることができますのでえぜひまだクエスト厳選やってない方で次回の第2弾アップデートまでの準備が一通り終わった方はぜひこちらを使ってクエスト厳選していただくと一応120レベルまで解放された時にこの g o o とかお使い数が多いクエストを持っておくとかなり楽に120レベルまで進めることができるかなと思いますのでぜひ厳選をやっていただけたらなと思います <noise> まずはじめにどの条件を神クエストと定義して僕が集めているかってお話を先にさせていただくんですがまず一つ目はこちらですねこんな感じで3等クエストの弱点統一のクエストっていうのを僕は一応ゲットできた場合は保存しておりますでその理由としてはまずそもそも3等クエストっていう時点で HP が20%減った状態、まあ、2割減った状態でスタートしてくれるっていうのがあるのでもともと3等クエストの時点で1等あたりを討伐するのが楽になっているっていうのとさらにこんな感じで弱点が 統一されていると武器を変えることなくそのまま3頭ともやることができるのでまず1つ3等クエストの弱点統一っていうのはめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思っておりますで次にこちらですねまあ、こんな感じで3等クエストの自分が好きなモンスターの合通、えー、ですねのクエストとかもあると、まあ、友達とやるときとかに盛り上がれるんでこれも一応僕は保存しておりますで次にこちらですね2等クエストの30分クエストなんですが こちらの特にお使い数も多いと安心なんですけど、これもクエストスタートから HP が2割削られた状態でスタートしてくれるので、2等クエストの30分制限、かつ弱点統一っていうのはめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思っております。で、最後に一番今流行りっていうか熱いのが、この GO2 の25分の単体クエストですね。で、これが今まあ人気っていうか集める方が多い理由として、まあ今後120レベルが解放されることによって敵が結構強くなってくると思うんですよね。そういうい時にゴーツ の制限があってくれると安心してクリアができるっていうのと25分の制限がかかることによってこれもクエストスタートから1割 HP が削られた状態でスタートしてくれるので回答級クエストが元々敵の HP が高めに設定されているのでそれを1割削ってくれるのが熱いということで HP を削る25分さらにお使い数が多い5回ですねっていうのが被っているクエストが最近集める方多いんですがまあ、この辺りを神クエストとして僕は引けた場合は保存しておりますあとは 一応 EX1 と2のみ9オーツクエストっていうのもあるんですが9オーツクエストは時間制限がかからないようになっているので HP が削れないんですよねでさすがに5回あれば安心してやれるのでまあ正直僕は9オーツは特に集めてなくて25分の5オーツっていうのを一つのゴールとしてこんな感じで集めておりますっていうのが一応まず神クエストの僕の中での定義でまあこれを引けた場合は保存した方がいいですよってお話なんですがそしたら次にまず僕が持っている解答級 クエストをお見せした方が分かかりやすいかなと思うので一応今 EX 順に並べ替えたんですがまず基本的にこんな感じで EX1 からいくんですがラングロトラウルクススアオアシラドスフロギーは2四つの25分もありますね。と ゴーツの25分とクルルヤックとドスバギーですねと押さえずち EX1 はまずすべてゴーツの25分をコンプしておりますでかつレベルも全部100に上げきっている状態ですねで次 EX にもバサルモスビシュテンゴ四ツ宮ド、フルフル大名ザザミボルボロス、えー、ロアルドロスアケノシムルっていう、まあ、こちらのモンスターすべて EX にもゴーツ25分コンプしてました。あと EX3 も一緒ですねこんな感じで今もう流して いくんですがこんな感じで EX3 も、えー、5ー2の25分コンプしてまして EX4 も同様ですね。まあ、こんな感じで全て5ー2の25分コンプしてまして EX5 に関してはもこんな感じで複数体クエストもあるんですが全てのモンスター5ー2の25分ですね。こんな感じでティガレックスも、えー、セルレ,レギオスであとライゼックスですね。 あと、ルナガロンとか、ジンオーガは、一応25分の2人以下っていうのもあるんですけど、通常のゴーツの25分。オロミドラーシュも2人以下の25分と、ゴーツの25分。あと、弱点統一の30分のオロミドラーシュも一応取ってまして、あと、ま、レースもゴーツ25分っていう感じで、あと、玉ミツネですね。もうゴーツの25分。で、まず EX1 から EX5 まですべて、ゴーツの25分を集めきって、さらにレベル100まで上げております。で、 あとは、まあ、こんな感じで弱点統一されてる3等クエストとか、あと、ま、こういう感じで見た目がいいリオレイヤー3兄弟とかのゴーツですね。っていうのは、まあ、見た目が良くてマルチで貼ると盛り上がるんで、まあ、こういったのもちょこちょこ撮っているっていうのが僕の現状の 会位投球クエストの一覧ですね。で、そしたら、ここから、まあ、ここまで集めるためにやった効率のいい会位クエストの厳選方法をご紹介していくんですが、今回は、まあ、最近集めている方が多くて、今後、第2弾アップデート以降も需要が高まるであろう、このゴーツの25分をまず先にお話しさせていただきます。で、こちらを集める方法としては、こちらですね、この57レベルのクエストを周回するっていうのを個人的にはお勧すすめしております。さらに、 例えば EX4 のモンスターですね。例えばなんですけど、じゃあこのマガエマガドの5ーツの25分が欲しいですってなった場合は EX4 の5ーツの25分が欲しいってことになりますので、そういう時は同じ EX4 の57レベルのオロミドロを周回するっていうのが個人的におすすめでして、一つ注意いただきたいのが周回すると言ってもクエストはクリアしないんですよ。で、まあ、実際にちょっとやってみるんですけど、まあ、こんな感じで今一応クエストとしては、 こんな感じで57レベルのオロミドローに入ってきたんですがここからあとは最初ひたすらやります、まあ、こんな感じで赤く光ってるところがあるんでこれを取ってであとまあひたすら赤くなってるこういう素材系をどんどん集めていくっていうのが普段やっているクエスト源泉ですねでこういうふうにやっていくと一定の確率でクエストが取れることがあります、まあ、これはご存知の方も多いかなとは 思うんですけどまあ赤く光ってない素材は取ってもしょうがないのでこういうふうに赤く光ってるやつをひたすら取っていくっていう感じですねでクエストがそろそろ出てくれると嬉しいんですけど取れないですねでもこんな感じでひたすら赤く光ってる素材を取っていきますで今こんな感じで えー、新たな回答級クエストの手がかりを入手しましたみたいな感じで一応赤く光ってる素材を取ったタイミングでこんな感じでクエストが取れることがあるのでこれをひたすらやるんですけどもこれが一通り終わったらモンスターを倒すのではなくこちらのクエストから帰還を押していただきますでクエストから帰還していただくとこれクエストリセットにしてしまうとクエストを持って帰ることができないんで気をつけていただきたいんですがこれをやっていただくことによって リザルト画面見ていくんですけども、まあ、こんな感じでイソネミクニアッシュの今レベル60を受注できるようになりましたっていう風になったんですがここがかなり重要でして57レベルを周回する理由としてそもそもゴーツの25分のクエストっていうのは61レベル以上では落ちないんですよ、まあ、現状僕とか他の周回してる方とかも聞いている感じ61レベル以上だとゴーツの25分が落ちないのでできれば60レベルまでのクエストで厳選をしたいんですよね ってなった場合に57レベルのクエストであれば大体プラス3が上限としてクエスト拾えるんで今みたいに例えば57のクエストやって60が取れたんですけどこれ逆に58レベルのクエストでやってしまうと61レベルが取れてしまって61の場合はもう確定で5ーツの25分が取れないので一番効率がいいのがゴーツ25分集めるんであれば57レベルのクエストでこういう風に最初をずっと周回するっていうのが 効率のいいやり方となっていきますこれがまず一番重要ですね。特に普段100レベルとかしか周回をしていないよって方は、ゴーツの25分って取れないようになっているので、もしゴーツ25分厳選する場合は57レベルのクエストを回していただくのが一番効率がいいかなと思います。で、最低でも57レベル以下のクエストですね。 からやっていただく必要があるんですけども今のをやることによって、まあ60レベルの今回だったらイソ磯芽ー国足の弱点統一の、えー、ルナガロンと2等クエストっていうのが弾けているんですけど、こんな感じでレベルが低い方がレア度の高いクエストも結構出やすいっていうのと、逆に例えばじゃあ60レベル以下だったらゴーツ25分出るんだったら例えば10レベルとか20レベルとか30レベルでもいいんじゃないですかって方いらっしゃると思うんですけど、例えば30レベルのクエストで これをやって、例えばゴーツ25分引けましたってなったら、落ちるクエストもその前後なんで33レベルとかのゴーツ25分が取れるんですよ。で、それを100レベルまで上げるってなると70レベル近く上げないといけなくてめちゃくちゃ大変なので、できれば57レベルでやっていただいた方が、落ちるクエストが60レベルギリギリですね。ゴーツ25分が落ちるギリギリの60レベルで落ちてくれて40しか上げなくていいので、 ゴーツ25分の100レベル目指すんであればできるだけレベルが高いかつ60以下のクエストで集めた方がいいよねってことで一番効率がいいのは57レベルのクエストで採初していただくっていうのが最高率となっておりますあくまで目的がゴーツの25分だけ欲しいよって方はあくまで57にこだわらずに57以下のクエストであれば何でもいいんですがそこから100レベルまで上げるっていうことを考えれば ギリギリの60レベルが落ちる57レベルをやるのがいいんじゃないかなと思いますまずこれがゴーツの25分を集めるにあたってのめちゃくちゃ重要な注意事項ですねこれを知らないと一生ゴーツ25分クエスト取れないのでそこだけ注意いただければなと思いますでこれでまずはゴーツの25分を集めていただければ、まあ、こんな感じでどんどん集まっていくんですけどそこからはあとはレベル上げは単純にクリアをどんどんしていけばレベルは勝手に上がっていくので周回をしていただいて レベル上げしていいただければなと思まます、まあ、これはできる方限られるっていうかまあ周りでやってる方がいればいいんですけどできれば4人で固定で組んで集会をしていただいた方がいいです。まあ、これも理由一緒でさっきの最終クエストも4人でやることで4人分抽選が 受けられるっていうのと、もしレベル上げをしようってなった場合も、さっき例えば57レベルのクエストから60レベルのクエストが取れたと思うんですけど、例えばアケノシムルがこれが例えばじゃあ80レベルでしたとして、4人でやった場合って、4人とも抽選が入るので、もちろんクエストが落ちない人も、 いるんですけど落ちた人の中でも80レベルの次で81レベルが落ちたよって人と82レベルが落ちたよって人と83レベルが落ちたよって人も運になるので例えば4人の中で誰か1人が80レベルから83に上がったアケノシムで引ければ次その人が83レベルのクエスト貼ってくれれば次84か5か6が落ちるって感じでマックス3まで1回で上がることができるので。 これも、複数人でやれると一番効率がいいです。もちろん、一人でもやれなくはないんですけど、4人の方がより効率がいいっていうお話ですね。で、あとは、もしツイッターとかやってる方は、結構見ていただくと、交換を結構呼びかけてる人。例えば、まあ、この明けのシブルの25分ゴーツがあるんで、他の25分ゴーツと交換しませんかっていうのを結構投げかけてる方もいるので、このクエストだけピンポイントで欲しいとかっていう方は、そういったツイッターとか SNS で相手を探すっていうのも一つ方法としてはあるんじゃないかなと。 思います。っていうのがゴー月25分のお話ですね。 でそしたら次にこういった3等クエストの厳選方法に入っていくんですが3等クエストは傾向として3等クエストから3等クエストが取れることが多いですなのでこれもさっきと一緒で3等クエスト入っていただいて赤く光ってる素材をどんどん回収してもらってクエスト期間をしていただければそこで3等クエスト一気にたくさん取ることができますのでそれをやっていただくとこんな感じで狙っている3等クエストとかの厳選っていうのもやりやすくなってくるんじゃないかなと 思いますであとは、この二等クエストの30分なんですが、これも複数体ですね、あるクエストからやった方が複数体のクエストが取れる可能性は高いので、それで厳選していただきたいんですけど、例えば、まあ、よく一番人気なのがこのディアバゼルの30分ゴーツっていうのが今かなり人気のクエストだと思うんですが、じゃあこのクエストをピンポイントで狙いたいってなった場合は、ディアブロス単体のクエストから このディアバゼルっていう感じで、ディアブロスからディアブロス関係のクエストが取れるっていうことはないんですよ。なので、注意いただきたいのは、同じ EX 体ではあった方がいいんですが、ディアブロス以外、例えば玉ミツネとかライゼクスみたいな、他の EX5 の クエストから狙っていただかないとディアブロスからディアブロス系のクエストっていうのは取れないのでそこは注意いただければなと思いますあくまでこういうピンポイント例えば他にもこのリオレースの3等クエストとかリオレイヤーの3等クエスト欲しいって場合はリオレースとかリオレイヤーの単体クエストとかでは絶対取れないのでそれ以外のクエストの EX 体が同じやつから厳選をしていただかないと出ないっていうのを気をつけていただきたいのと複数体クエストは複数体からやった方が取れやすいよっていうのを注意いただければ 効率よく集めることができるんじゃなないいかなと思いますで他にも細かい注意事項とかはたくさんあるんですけど全部お話しするとめちゃくちゃ長くなってしまうのでとりあえずこれさえ押さえとけば厳選はしっかりできるよねっていうのを今回まとめてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました他にもこういう効率のいい集め方あるよとかあればコメント欄で補足いただけると嬉しいですで僕も今後他にいい方法とかもっと別の やり方が見つかればコメント欄でどんどん修正していきますのでぜひそちら見ていただければなと思いますであと最近 YouTube ライブアーカイブは残してないんですけど結構回答曲クエストみんなで遊んだりとかでいろんなクエスト貼ったりとかもしてますのでぜひそちらも来ていただけたら嬉しいなっていうのとよろしければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いしますバイバイ